どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、またこうお人形さんでやったんですけど、ちょっと今日お花のアレンジをやってみました。お子さんにやると結構可愛いかなと思って、まあもちろん友達同士でやってもいいかなと思うんですけど、紙だけで作るお花のアレンジをちょっとやってみました。で、結構まあ正直難しいかもしれないです。最初はやっぱり慣れないと。でもまあ練習してやると結構お子さんにやったらめちゃくちゃ可愛いかなと思うので、まあそれの解説を今日は簡単にちょっとご説明させてもらってますので、よかったら参考にしてみてください。それでは動画を始めていきます。まずリレイのラップミストをつけていきます。つけたところをしっかりと溶かして髪の毛をまとめていきます。次にゴムを人差し指と親指で広げておきます。次に毛束を取り分けます。まあだいたいこのぐらいの幅、3センチ幅ぐらいで OK かなと思います。でゴムを広げて中指でこの毛束をゴムの中に入れていきます。入れたところでこちらの人差し指に毛束を巻きつけていきます。でゴムを1回転させて、もう一度こっちの毛束をゴムの中に入れていきます。でまた人差し指にそのまま引っ掛けていきます。でゴムを1回転させて、また毛束をゴムの中に入れていきます。でまたゴムを1回転だけさせて、また毛束をゴムの中に入れ込んで人差し指にかけます。でゴムをもう1回転だけさせて、させたところでこの毛束の中にゴムも一緒に入れちゃいます。で巻きつけた毛束を1本ずつ外していきます。バランスをちょっと見ながらお花の形になるように調節していきます。でバランスをちょっと整えてお花っぽく見せたら完成です。で何個かこう作った時にこう結構こう浮き上がりが結構出てきやすいかなと思うんで、バランスを調節してると、まあその時はこうスモールピンとかでこの浮き上がりを抑えながら止めてあげると綺麗にバランスよくなります。はい、こんな感じで仕上がりました。まあちょっと最初は練習が必要なのかもしれないですけど、まあお子さんにやると可愛いかなと思いますので、よかったら参考にしてみてください。